こんにちは、ケンです。今回は浅草第3弾をお届けします。吉原といったかつての一大歓楽街を含む奥浅草、そしてかつてはドヤ街として知られていた山谷の風景を見ていきたいと思います。奥浅草とは浅草寺の北側のエリアを指す地名です。観音様の裏側にあるために観音裏とも呼ばれています。おおむね琴戸通りの北側という理解で良いかと思います。浅草のメインスポットからはやや離れていますが、通好みな飲食店が点在しており、密かに注目を浴びるスポットとなっています。では早速その奥浅草の原風景に潜入してみましょう。この地域の成り立ちに大きな影響を与えたのは吉原遊郭でした。吉原は江戸時代初期1617年に設置を許可された江戸幕府公認の遊郭です。当初は日本橋人形町付近にあったのですが、江戸の町が急速な発展を続けていく中で大名屋敷が吉原に隣接してくるなど風紀上問題ありとみなされるようになってきました。すると風紀の乱れを嫌った江戸幕府は1656年現在の吉原に移転を命令します。反対はあったものの、1657年明暦の大火により町の復興に合わせて吉原は浅草寺の裏手、つまり現在の奥浅草へと場所を移すことになりました。日本橋にあった旧吉原と区別して移転後の吉原は新吉原と呼ばれていました。こちらの江戸時代の地図には移転後の吉原が描かれています。吉原の周りが田んぼに囲まれていることがわかりますね。こちらは2代目広重による新吉原の全景です。縦266メートル、横355メートルを堀で囲み、この堀はおはぐろどぶとも呼ばれました。おはぐろのように黒ずんで濁っていたという説もありますが、これは遊女の逃亡を防止するのが目的だったようです。こちらは大門、四方を塀と堀に囲まれた吉原遊郭唯一の出入り口です。形状は時代によって異なりますが、江戸時代は木造でした。内側が外の世界とは全く別の世界であることを示す役割を果たしていたようです。医者以外は籠に乗ったまま大門をくぐることができず、どんな豪商でも大名でもそのしきたりに従っていました。写真は大正時代の大門です。ご覧の通り鉄製のアーチです。こちらのアーチはテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編にも登場しました。アニメで見ると高校と輝くその美しさが際立ちます。遊女は店先に商品のように並び、客はその中から好みの遊女を選ぶことができました。クレムッツ、つまり現在の午後6時頃を知らせる鈴の音が響くと、若い見習い女郎や芸者たちが三味線を弾き始めました。遊女屋の男性従業員も下駄箱の下足札をカラカラ鳴らし、賑やかな雰囲気を演出していたそうです。吉原といえばランクの高い遊女、花魁をイメージする方も多いでしょう。華やかに着飾った花魁は男性のアイドルとしての地位だけではなく、一般女性のファッションリーダーとしての地位も確立していました。人目を引くその豪華さは首から上が家一軒とまで言われていたそうです。そんな花魁たちが多くの見習い遊女や使用人を引き連れて歩く花魁道中は吉原の名物でした。もともと客を迎えに行くためのものでしたが、徐々に見物客を満足させる目的を持つようになりました。その姿は豪華絢爛という言葉がふさわしい様相を呈していました。花魁と遊ぶには会うだけで数十万円、まともに宴席を張ると酒、料理、祝儀などで一晩300万から500万かかったといいます。中には伝説になるような遊女も存在しました。高尾はその優秀さゆえにその名前が代々引き継がれていましたが、最も有名なのは仙台高尾でしょう。戦国大名伊達政宗の孫、仙台藩主伊達綱宗が仙台高尾の身元を買った時、彼女の体重と同じだけの小判を支払ったという凄まじいエピソードが残されています。古典落語今夜高尾も有名です。裕福ではないけれど真面目で純情な青年と高級遊女が結婚をするというストーリーの展開が大衆の心をつかんで現代に至るまで人気を博しています。勝山も伝説的な遊女です。勝山が考えた勝山曲げは女性たちの間で人気を博し、昭和初期までの既婚女性定番の結い方丸曲げの原型になったとも言われています。花魁道中の歩き方外八文字も彼女の考案とのことで、随分クリエイティブな方だったんでしょう。
そんな吉原遊郭ですが、江戸時代には20回以上の大火が起きました。幕末のオピニオンリーダー水戸藩の藤田東湖の命を奪った安政江戸地震では530名の遊女が命を落としています。明治期以降に限っても明治44年の大火、関東大震災、太平洋戦争時の空襲により3度も海陣に帰すことになります。戦後はアメリカ軍兵士相手の慰安所となりますが、性病が蔓延します。そしてオフリミッツ、つまり立ち入り禁止となります。その後昭和21年2月に GHQ の命令で交渉としての吉原は廃止されます。しかし風俗営業がなくなったわけではなく、特飲街として赤線区域へと移行しました。建前の営業形態が貸座敷からカフェへと変わります。そのため店の構えもカフェ、つまり喫茶店や洋酒バーっぽくする必要がありました。そこで生まれたのがカフェ建築です。一風変わった洋風のデザインはいわゆる赤線建築とも呼ばれ、戦後の一時期を象徴する建築物として捉えられることが多いようです。昭和29年に撮影されたこちらの写真は吉原の客引きを写しています。着物姿が様になっています。昭和31年5月に売春防止法が国会を通過し、翌昭和32年4月に施行されると、吉原遊郭はその300年の歴史に幕を下ろします。しかし生き残りをかけた赤線業者は浴場として営業届を出し、トルコ風呂に転身します。なおトルコという名称はトルコの浴場をエキゾチックでセクシャルなものと誤解したそのイメージに起因するようです。こちらは昭和52年から53年にかけて放送されたドラマ赤い絆のワンシーンです。山口百恵演じる主人公の小島恵子がトルコ風呂がひしめく吉原の街を歩いています。こうして見ると本当に至る所にトルコという文字が見えますね。山口百恵は本当のお母さんを探してこの街をさまよっているシーンとのことです。こちらは吉原のトルコ風呂による従業員募集の張り紙です。今の感覚からするとびっくりするくらい露骨ですね。吉原のすぐ近くには鳥の市で有名な大鳥神社があります。御霊祭日が11月の4日、16日、28日というのは今も変わりません。しかしこのトルコ風呂、自国と生産業を結びつけられることに怒りを覚えたトルコ人留学生からの抗議により、昭和59年にはその名称を使用しないことが決定します。なお中東にも造形が深いことで知られる東京都知事小池百合子はこの時にトルコ人留学生らの行動を支援していました。東京都特殊浴場協会は新しい名称を一般公募し、新たな名称であるソープランドをなんと東京赤坂プリンスホテルで発表しました。2400通以上の応募があり、最も多かった名称はロマン風呂、浮世風呂だったそうです。ちなみに発案者に贈られたのは北海道への旅行券でした。こちらの旧赤坂プリンスホテル新館は丹下健三設計で昭和58年に営業開始、平成23年に営業終了した後取り壊され、現在は東京ガーデンテラス紀尾井町という複合施設になっています。それにしてもわずか28年でこの建物を取り壊すというのはちょっともったいないなという気がしました。こうして吉原では現在でも数多くのソープランドが軒を連ねています。名称や営業形態は時代とともに様変わりをしていますが、この地域の本質的な部分は江戸時代からあまり変わってないのかもしれません。昭和41年の住居表示変更で吉原という地名は消滅、専属という地名になって現在に至ります。地名表示では吉原は地図から消えたわけです。吉原という地名の名残は少なく、吉原大門交差点が数少ない残滓となっています。手前左右に伸びる道路は土手通りで、2本包みと三夜堀が伸びていた部分です。実際の吉原大門はこの先のくの字型の50軒道を行ったところにありました。セルフと書いてある左に柳の木が見えます。これが見返り柳で、吉原で遊んだ男たちが名残惜しんで振り返ることから付けられた名前です。その三夜堀は荒川の氾濫を防ぐために江戸初期に作られた水路です。江戸時代には吉原遊郭への水上路として機能しており、吉原通いは三夜通いとも呼ばれていました。船での吉原行きは陸路よりも優雅で粋とされていたそうです。近くには船宿や料理屋などが立ち並び、堀といえば三夜堀を指すくらいに有名な場所でした。柳橋や両国で杯を重ねてある程度出来上がった旦那衆が大川、つまり隅田川を船で登って三夜堀から吉原に入ってきました。
ただし三夜堀の川幅は狭く船が U ターンできなかったため、今戸橋の船着き場に船をつけ、そこから日本包みを歩いて、あるいはカゴで吉原に向かったのだそうです。余談ですが、お店に来て花から買うつもりもなく眺めて帰るだけの人を指して、あれは冷やかしだよということがありますが、この言葉の語源が実はこの三夜堀と吉原なのです。浅草で生産されて人気のあった浅草紙は、古紙や紙くずを原料にした透き返し紙、いわゆるちり紙で、吉原では大量の需要がありました。三夜堀にも多くの作業所があり、職人たちが古紙や紙くずを紙舟に入れて堀の流れにさらしておくことを冷やかすと呼びました。この2時間ばかりの冷やかしの間は、吉原の遊郭を見に出かけ、遊女を見物だけして時間を潰していました。ここから買う気のない客を表す隠語として冷やかしという言葉が生まれたといいます。篠田正弘監督の映画写楽では、この江戸期における吉原遊郭と日本包みの風景が出てきます。手前の土手が日本包みで、露店のお店が軒を並べています。中央の明るい部分が吉原、左奥に小さく浅草寺の五重塔が見えます。こちらは最後のシーン、写楽役の真田広之が花魁役の葉月理央奈の手を取って吉原から脱出させようとして失敗するシーンです。こちらが江戸期木造の吉原大門です。土手に上がって振り返ると、すでに宵の口から宴席が始まっています。この吉原を見て真田広之は小林一茶の句を口にします。世の中は地獄の上の花見かな。明治になると、遊興の場が吉原から新橋などの花街へ移るにつれて次第に錆びれ、昭和の頃には肥料を積んだ小江船のたまり場と化していたそうです。昭和初期には三夜堀も埋め立てが始まっており、戦後の売春防止法による吉原閉鎖後、昭和50年までには全て埋め立てられました。隅田川と三夜堀の合流地点にはかつては水門がありました。この辺りも今は埋め立てられています。三夜堀は三夜堀公園となっています。かつての三夜堀の暗渠の上に作られ、桜が植樹されています。吉原方面から登って地方橋入り口から見ると、まっすぐ東京スカイツリーが見通せます。この三夜堀ですが、日本包み、つまり土手通りに沿って美濃輪まで伸び、そこで大きく左に曲がり、音無川となって台東区と荒川区の境界を作りながら北区まで伸びています。現在は全て暗渠となっています。続いて三夜堀の名称の由来にもなっている三夜の風景を見ていきましょう。町の形成において吉原からも影響を受けているのが三夜地区です。日光街道沿いにあることもあり、江戸時代に入ると次第に日雇い労働者が集まります。そしてそれに合わせる形で安宿が集まるようになっていきました。明治期までの地図には三夜という名称が残っています。やがて吉野通りと明治通りが交差する並田橋交差点を中心に、台東区荒川区にまたがって広がる簡易宿泊所の密集している地域を総称するようになります。徳川幕府は三夜に被差別階級の人々を集めて居住させました。犯罪者の処刑などを行う小塚原刑場が南千住、つまり三夜の北部にあったこともあり、死体の片付けなどを行う人々も三夜近辺に多く住むようになったそうです。南千住駅の南口を出てすぐのところにこの小塚原刑場跡地があります。三夜地区には江戸時代から関東周辺地域の被差別階級の人々を支配した江田頭浅草段左衛門が居を構えていました。段左衛門は太鼓、革細工、刀身などを幕府に上納していました。また将軍が旅行する際の警護、罪人護送、処刑の執行人などを用意するよう命じられていたため、配下の江田、否認を割り当てるのも職務としていたようです。浅草段左衛門のその経済的実力は三千石の旗本級と言われ、大邸宅を構えていたそうです。また遊女の投げ込み寺としても知られる上巻寺も南千住において江戸時代に創建されています。1855年に起こった安政江戸地震で亡くなった遊女が運ばれて投げ込まれた結果、身寄りのない遊女が亡くなった際には上巻寺で埋葬されるようになりました。こちらが上巻寺と涙橋と吉原大門の位置関係を示した図です。人里離れた奥浅草へと移転させられた吉原と同様、三夜は中央の人々、普通の人々から見た辺境としての側面を備えていた地域と言えるでしょう。こうした特性が明治以降徐々に知られるようになり、吸い寄せられるように人々が集まるようになります。そうして日雇い労働者の町としての三夜が形成されました。いわゆるドヤ街です。ドヤとは宿をひっくり返したもの、
宿とも呼べないような安宿のことを揶揄的に呼ぶもので、現在は簡易宿泊所と言われます。戦後、上野駅の周辺には地下道をねぐらとする戦災車、孤児、引き上げ車であふれ、東京都は各地に収容施設を作ってはこれらの住宅困窮者を収容していました。その一環として山谷の旅館経営者らに旧軍隊のテントやベッドを払い下げ、住宅困窮者の収容を依頼したのが戦後の山谷の始まりと言われています。この写真は昭和35年頃の大部屋式の部屋の様子です。現代のプライバシーに慣れている私たちにはかなり暮らしにくい空間かもしれません。昭和30年代の高度経済成長に伴う土木・建築作業における労働需要の高まりに合わせ、山谷地域は全国有数の寄せ場、つまり日雇い労働者と雇い主らが集まる場所に成長します。昭和39年の東京オリンピック開催に向けて進められた都市基盤の建設整備に、山谷地域の日雇い労働者は多大な貢献をしています。ただ怖い場所というイメージがつきまとっていたのも事実。昭和35年には簡易宿泊所と宿泊者の間で起きたトラブルに警察が間に入ったところ、警官が宿泊者に暴力を振るったという勘違いが生じ、交番前に約3000人が集結しました。現在の日本包み交番、当時マンモス交番と呼ばれていた交番の中に火のついた吉津を投げ込み、所内が燃え出す騒ぎが起こりました。これが山谷が全国的に認識される端緒となりました。日本包み交番の位置です。旧日光街道吉野通り沿いにあり、周囲は住宅やマンション、注意しないと普通に通り過ぎてしまいます。昭和40年代前半は日払い求人が好況で、日本包み交番のすぐ裏手にあった山谷労働センター前は毎日朝から労働者でにぎわっていました。朝5時から7、8時まで送迎用自動車がセンター近辺に 4、50 台も毎日やってきました。100台を超える日もあったそうです。一方、センター前で堂々と賭博場を開く者がいました。労働者間で自然発生的に場が立つといったケースはまだしも、暴力団が絡んでいるケースもあったというのだから驚きです。真面目で気の弱い労働者には怖くてセンターには近づけない者もいたそうです。写真の背景に写っている朝日食堂についてはまた後ほど触れます。昭和47年には山谷労働センターの焼き打ち事件が発生します。仕事の端坂駅にあたる12月から1月にかけて山谷の求人は著しく落ち込んでいました。不満をくすぶらせていた労働者が12月30日頃に暴徒化して事務所内に乱入、石油ストーブを蹴り倒し放火、紹介室、事務室が焼失します。乱入時、中にいた職員6人は軽くも脱出し、幸いにも人身事故には至りませんでした。しかし業務遂行が不可能な状態になってしまったそうです。昭和47年の年末のこの騒動は年の瀬の新聞記事、社会面を賑わせることになりました。山谷に怖いイメージがついてしまうのも避けられませんでした。昭和56年に結成された労働者組合の山谷葬儀団についても触れておきます。山谷葬儀団は日雇い労働者を搾取するヤクザ系列の悪質な建設業者を糾弾するため戦闘的な葬儀を繰り広げていました。その対立相手は違法賭博ができる場所を探して山谷への進出を目論んでいた日本国粋会系の金町一家。当時は両団体に属する者が道端で喧嘩をするなど火花を散らし、一触即発の状態にあったそうです。対立は徐々に深まり、最終的にヤクザと過激派が正面衝突。この戦いは後に金町戦争と呼ばれ、2人の死者を出すほど激しいものとなりました。物騒な話が続いてしまったので日常的な風景の写真を紹介します。こちらは玉姫稲荷神社近くの清山睦巳という町会の幹所です。浅草神社の氏子であり三社祭りの時だと思われます。こちらが玉姫稲荷神社の地図です。日本包みの交番からは比較的近いところにありますね。玄関には祭礼の提灯が飾られ、太鼓の神輿が道路に置かれています。こちらは戸籍のない子どもたちに対する支援活動をしている様子です。当時の山谷には未就学の子どもや戸籍がないことが原因で給食の配給を受けられない子どもたちがいたそうです。こちらはかつて山谷に存在した酒屋兼立ち飲み屋の世界本店です。明治通りと吉野通りが交差する涙橋交差点の角で営業しており、日雇い労働者で賑わっていました。焼酎の売り上げ日本一を達成したこともあり、最盛期にはカップ酒で1日に700本も売れたそうです。店内には備え付けのカウンターといくつかのテーブルがあり、床は円字と白のタイル張りになっていて、水を流せば簡単に掃除ができるようになっていました。飲み物はビール、日本酒、焼酎、各種酎ハイからワインまで揃っていたそうです。こちらは現在の涙橋交差点です。
先ほどの世界本店の写真と同じ画角で撮影しています。平成4年には世界本店はセブンイレブン台東日本堤2丁目店となります。ドアにはかつて山谷の人々から愛された立ち飲み屋世界本店の名前が記されています。また文化的なインフラもなかったわけではないようです。昭和32年には日雇い労働者のための低料金の貸本屋山谷文庫がオープンします。簡易旅館組合の石炭置き場を改装した約5坪の店内には2000冊近い雑誌や単行本が集められていたそうです。当時の新聞によれば開店以来毎日200人以上が利用し人気は上々だったそうです。こちらは昭和28年の三社祭りの際の記念撮影です。この子供たちも今では70代から80代になっています。彼らが日本経済の発展に大きな貢献を果たしてくれたからこそ今の私たちの暮らしがあるのでしょう。旧日光街道である吉野通りは都電通り、山谷通りとも呼ばれていました。この写真下の住居表記を見ると日本堤交番の前から南千住方面を写したものです。この写真の現在の風景です。左手の4階建ての建物が日本堤交番です。なお昭和41年の住居表示改正の実施に伴って吉原同様町名としての山谷は消滅しています。現在は清川日本堤東浅草となっています。こちらは山谷にあるエコノミーホテル補定屋さんが公開している動画です。主に山谷通りを走る都電22系統を撮影した貴重な映像です。都電22系統は南千住車庫を起点に日本橋を通過して新橋を結んでいました。補定屋さんのブログによればこの朝日食堂というのはちょうど日本堤交番通称マンモス交番の向かいにありました。これは山谷堀にかかる吉野橋を都電が通過していくところです。この吉野橋のシーンをほぼ同じ場所から撮影してみました。こちらの朝日食堂さん、開店当時は丼飯に味噌汁とおしんこがついて30円だったとのことです。これを朝日食堂では定食と呼んでいました。店は早朝5時前の開店にもかかわらず毎朝100人以上の行列ができて涙橋交差点付近まで並んでいたとのことで近所の飲食店から苦情も出ていたそうです。丼飯は平均的な量の倍入っていて値段は相場の半額だったそうです。東京オリンピックの頃までは朝晩それぞれ3500食日に7000食は出ていたといいます。昭和38年には222軒の簡易宿泊所に約1万5000人が寝泊まりしていましたが平成30年には山谷に暮らす日雇い労働者らはおよそ4200人まで減少、高齢化も進みました。近年では周辺の簡易宿泊施設には従来の労働者に代わって外国人旅行者、バックパッカーらが格安ホテルとして利用するケースが増えているそうです。また山谷は昭和43年から昭和48年にかけて連載された明日のジョーの舞台の一つ、平成23年の実写映画化の後矢吹ジョーの銅像が建てられています。明日のジョー丹下段平の名セリフには涙橋を逆に渡ってやろうというものがあります。これは人生に敗れた人間が皆この涙橋を渡ってこの町に流れてくる、わしとお前でいつの日か栄光をつかみ取ってこの涙橋を逆に渡ってやろうじゃないか、そういったことを丹下段平が矢吹ジョーに語りかけるシーンがあるのです。涙橋を逆に渡るの意味は逆境にめげず努力で栄光をつかみ取るというようなことを暗示しています。少し視点を浅草方面に戻します。交渉の吉原に対して四小窟だったのが通称12階下です。現在のウィンズ浅草付近には浅草第一弾の動画でも触れた凌雲閣が立っていました。明治23年の竣工から関東大震災の半壊に伴って取り壊されるまで凌雲閣は東京のシンボルタワーでした。約52メートルの高さがあり12階建てでした。12階下というのはその麓のことです。東京の街並みを一望できた凌雲閣は浅草の観光名所としてにぎわいを見せていました。大正時代を舞台にしたアニメ鬼滅の刃でも凌雲閣が描かれています。しかし時が経つにつれてその人気は徐々に映画やオペラに押されるようになりました。そしてその麓に四小窟が形成されます。いつしか凌雲閣は四小窟の目印のようになっていったそうです。
師匠窟は名酒街と呼ばれており、飲み屋を装いながら密かに師匠を抱えて売春を行っていました。この絵でも酒、ビールという文字が見えます。900軒の名酒屋が軒を連ね、2000人から3000人の女たちが春を被災でいました。その規模は吉原に匹敵します。当時の浅草において売春がどれだけ大きな規模で行われていたかがわかります。ちなみに明治期の歌人石川啄木はこの12階下に入り浸っていたそうです。啄木によれば、ここに住む者は皆女なり、若き女であり、ちょいとちょいと学生さん寄ってらっしゃいなと道行く客に対する声掛けがされ、路上に客を要して無理無体に屋内に拉致去るようなことも行われていたそうです。しかし琴戸通りの建設に伴い、名酒街は亀戸や現在の墨田区東向島あたりの玉の井へと居を移します。東向島玉の井の様子です。ちなみに琴戸橋は関東大震災の復興事業で、それまで私しかなかった場所に橋を架け、昭和3年に竣工しました。これに合わせて観音裏の琴戸通りが整備されました。玉の井の風景に戻ります。木造2階建ての長屋が立ち並び、それぞれの店には女性が1人か2人置かれていました。あちこちに抜けられます、あるいは近道などと書いた看板が立っており、この町を長井家風はラビラント、迷宮と呼びました。他にも太宰治や室生犀星などがここを訪れています。そしてその発展はやがて戦後の赤線へとつながっていきます。ただ玉の井から約1キロほどの距離にあった鳩の町に客を奪われたことで、戦前のような雰囲気は鳴りを潜めます。こちらが昭和27年頃の鳩の町です。吉原と比べて雰囲気もどこか裏悲しさが漂っていたそうです。こちらは鳩の町を視察する川島正二郎自民党幹事長です。視察という割にはなんだか楽しそうに見えます。ちなみにこの鳩の町は女優の木の実奈々が生まれ育ったことで有名です。この地を舞台にした短編小説原色の町を執筆した吉行淳之介は、木の実奈々に君はなんていいところで育ったんだろうねと言ったと言われています。はい、というわけで今日は奥浅草の歴史をご紹介しました。奥浅草には吉原や山谷といった普通の人々の世界から隔離されたり遠ざけられて生きてきた人々の生活がありました。幕府公認の遊郭として発展した吉原は、遊女たちをめぐってさまざまな物語を残しました。時代は変わり、昭和になると山谷の労働者たちが首都高やオリンピックの競技場、公園、その他さまざまな生活インフラを作りました。しかし時代が変わるにつれ、吉原や山谷のかつての面影は失われてしまいました。2つの地名は地図からも消えています。現在の吉原は住宅街の中に隔てるものもなく存在し、山谷堀は埋め立てられ公園となっています。私は台東区に住んでいて、先日山谷労働センターの建物周辺をウォーキングしてきましたが、今でもあの辺りは日雇い労働者っぽい人が朝から道端で集まって話していたり、炊き出しでしょうか、行列を作っているのを見かけました。かつて3000人が取り囲んだという日本包み交番も、言われなければそこに交番があることさえ気づかずに通り過ぎていくような雰囲気でした。浅草とは異なり、この奥浅草は高いビルが少ないので、比較的どの路地からでもスカイツリーの姿を間近に見ることができます。一度散歩がてら訪れて散策してみるのも面白いかもしれません。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。